クリントン・ハート・メリアムクリントン・ハート・メリアムはアメリカ合衆国の動物学者である。ニューヨーク市で生まれた。父親のクリントン・レビ・メリアムは実業家、銀行家で1871年から1875年の間共和党の国会議員を務めた人物である。父親の友人の生物学者スペンサー・フラトン・ベアードに紹介され、1872年の夏、 ベアードの推薦でフェルディナンド・バンデビア・ヘイデンが率いたイエローストーンの調査に参加した。1874年にイエール大学に入学し、生物学と解剖学を学んだ後、コロンビア大学で医学を学び、1879年に卒業した。1879年から1885年の間、ニューヨークで婦人科を専門とする医師として働いた。 同時に、哺乳類や蝶類の研究も続け、カナダのニューハンドランドラブラドール州の探検公開に参加し、1885年の夏にはヨーロッパの博物館や個人のコレクションを訪れた。1885年にアメリカ農務省に蝶類学者として雇われ、外獣の情報を集める仕事につき、1886年から1890年まで、 アメリカ農務省の実用調類学、哺乳類学部門の最初の部長を務め、1890年から1910年まで、農務省の生物研究部門の部長となった。後にこの部門は、国立野生生物研究センターや米国魚類、野生生物局となった。1888年に、ナショナルジオグラフィック協会の設立メンバーの一人となった。 1899年の鉄道王、エドワード・ヘンリー・ハリマンの講演で行われたアラスカ沿岸の科学調査隊の運営に貢献した。生物地理学、北米の生物の種の分布に関する研究を行い、気温によって動物症の分布を説明することができるとする仮説を立てた。これらの研究結果は1899年から刊行されたノース。 アメリカンファウナのシリーズなどに発表された。1910年に議会が外獣の駆除を農務省で行うことを求めたことから農務省を退職した。その後は哺乳類の研究やアメリカの先住民族の語彙の研究などを行った。1900年から1903年の間、アメリカ長学会の会長を務めた。メリアムは植物の学名で命名者を示す場合に、 クリントンハートメディアムを示すのに使われる。ありがとうございます。